签署仪式及记者会。この度台湾鉄道内湾線と日本長良川鉄道越美南線の姉妹鉄道締結式ご参加いただきありがとうございます。台铁局，我们近年来积极的推动国际铁外外交，不断的透过与国外的铁道方式呢来缔结，将台湾的铁道之美成功的推向国际。我们既完成了一个姐妹车、四个姐妹站以及四个姐妹线之后呢，今天我们台铁的七支线里面的内湾线，将和我们长良川的越美南线来缔结，将成为我们台日的第五条的铁路姐妹。在今天的典礼开始前呢，让我们一起来欢迎新竹县的客家舞狮文化协会所带来的祥狮献瑞表演，来为我们的典礼揭开序幕，请掌声欢迎。我们谢谢
谢吴师团带来的精彩演出。我们请啊我们的部长以及我们的日方代表，我们的贵宾将这个红包呢放在我们的两头小狮子里面。献上最大的祝福以及鼓励，来刺激我们台日的观光。今天我们非常感谢有多位贵宾莅临现场，一起来共襄盛举及见证这重要的时刻。接下来我将为各位介绍几位在场的嘉宾，我们也请我们介绍嘉宾能够起立向我们的与会者挥手致意。続きまして本日のゲストを紹介いたします。首先为各位介绍是我们交通部的大家长陈建宇陈部长，部长好。交通部金部长，我们也非常荣幸能够欢迎我们新竹县的徐干妹副县长莅临，欢迎。新竹县长徐干妹。紧接着为各位介绍是我们台铁局的大家长周永辉周局长，欢迎局长。台湾铁道徐局长。下一位为各位介绍是我们立法院的李学章委员，欢迎委员。欢迎陆毅。是我们外交部的亚东关系协会李世炳副参事，欢迎李副参事。外交部李副参事。接下来为各位介绍的是我们台湾铁道暨国土规划学会的吴义汉常务理事。国土规划学会。另外，徐欣怡立委办公室的陈怡和秘书也在莅临现场，欢迎秘书。以及我们的竹东县的镇长徐兆章镇长，欢迎镇长。徐兆章镇长。另外是我们的恒香山的古龙耀乡长，欢迎乡长。有过阿妈多多久。以及我们新竹邮局的陈松光副局长，欢迎副局长的莅临。新竹邮政局的副局长。是我们的日方贵宾，首先为各位介绍是我们的长良川铁道的社长日志明明社长，欢迎社长。続きまして長良川鉄道日置社長。下一位为各位介绍美浓加茂市的藤井浩人社长。美浓加茂市富士市長。我们的藤井市长啊，是全日本最年轻的市长哈，现在只有29岁，非常的年轻。日本で一番若い市長なんですよ。接下来为各位介绍美浓市的武藤藤宏铁宏市长。美浓市武藤市長。最后为各位介绍的是我们副嘉宾的丁长板金德次丁长。トミカチョチョ。伊达兹酋长。因为时间的关系，没有办法跟各位介绍所有的贵宾，在此请多多包涵。我在这边代表主办单位向我们所有的来宾感谢您的与会，我们非常谢谢您的参与。紧接着我们将掌声欢迎我们台铁局的大家长周永辉周局长来上台为我们致欢迎词，欢迎局长。続きまして台湾鉄道の終局長から挨拶をしていただきます。交通部我们非常对我们台铁非常支持，而且很多鼓舞。那么我们的陈部长，还有我们新竹县徐副县长，我们立法院在我们预算上跟我们非常多支持的吕委员，
那么还有我们今天这个远道而来的日治社长，还有我们的这个很多贵宾，包括我们的美浓市长，还有美浓加茂市市长，还有这个我们富家町的町长，以及各位贵宾，大家早。早。早。日本長良路鉄道日置社長、箕面市武藤市長、箕面鴨志富士市長、富加町板津町長、代表団のゲスト、交通部神部長、新宿県州副県長、ロ委員、対日のマスコミ、そしてご来場の皆さん、こんにちは。今天非常高兴，我必须要在这个机会啊，特别跟各位报告，部长一直觉得我们台铁应该要把文创的精神带进来。其实我们今天在地方，就是我们内湾线一个非常重要的车站，叫竹东车站。那外面呢，其实都是一些文创跟我们新竹县的全力的合作的这样子一个场域。部長がいつも言っているのは、クリエイティブ産業とご当地の文化を一緒に結ぶことです。今皆さんが来ていたの。筑東駅のこの近辺はアニメというテーマがすごく大事なところなんです。那么我要也利用这个机会啊，我们台铁的内湾线跟我们日本的长良川这个铁道的越美南线能够缔结，其实要谢谢我们外交部。この度こういう素晴らしい機会があって、すべて外国の皆さんに感謝の気持ちを申し上げます。因为外交部，我们驻日代表处啊，蔡公使、蔡明耀先生呢，极力力荐。那么说这个地方啊，是一个很好的地方。从岐阜跟名古屋啊，坐电车20分钟就可以到。交通部の蔡さんはいつもこういう素晴らしい機会がすごく貴重な機会なんです。特に日本の方は岐阜県から名古屋まで25分ぐらいの時間をかけて、台湾の方もその鉄道の方はよく似ています。那么我特别在3月的时候奉部指派啊去日本。那么我特别利用半天的时间呢，到这个我们长良川铁道来。今年の3月にも私も本人が日本の長良川鉄道に直接に行ってきました。到了以后啊，第一个印象就是长良川的长，有长春的感受。那么我们有一个车站叫富贵车站。所以有一句话叫“长春富贵”。そこについていると、の鉄道会社が私に与えた第一印象は、の長良川はすごく長くてというと日本語で、そして中国語の中に長春富貴というその素晴らしい言葉があって、それを連想しました。那么。去的时候是三月天，下了一场大雪，那么有点三温暖的天气啊，也后来有点日出，但是风景真的很美，所以后来我就想到说，长良川的“良”这个字啊，是良辰美景，务必要到。三月に行った時は三月ですけど、でも雪が降っていて、ちょっとサウナな気持ちになって、でも長良川の近辺に風景がすごく素晴らしくて、この長良川のラという文字に中国語の意味もすごくいい意味なので、花心冷徹という言葉を思い出した。那么铁道呢，就沿着这个长良川，哦，那我想到有一句话叫“川流不息”。鉄道は長良川に沿って、中国語の中に続々次々と立て続くという言葉も思い出した。那么沿这个川，那么坐的铁路啊，我就看到美景之外，还看到他们当地的美食。この鉄道乗って
鉄道のノスタルジアだけではなく異色も堪能しました。因为我用看的，因为很多小吃啊，跟我们内湾啊这种小吃很像，尤其是有一个美浓，那后来才知道跟我们高雄美浓啊，它是姐妹市。実際に見たとのグルメも、実際新宿県のグルメもよく似ていて、箕面市というその場所も台湾の高雄という箕面市、同じ名前の箕面市は実際も姉妹市なんです。那它除了美食以外，其实它有两个很地重要的哈，它是日本和子，那个子和子啊是最有名的地方，所以它会做成灯笼，像我们这种天灯灯笼的东西啊，和子是一个非常好的。高雄、高雄の箕面市で一番有名なのは日本の和紙作りという産業があって、傘とかも提灯も作っています。那么它也很有名的温泉。そして温泉も有名なんです。那么后来我稍微翻一下它的历史，它其实已经有1300年的历史。ちょっと歴史を振り返すと、なんと1300年の歴史もありました。所以保有我们很多客家文化的特色，都可以在长良川的沿线，我们有四寺一町啊，都可以看得到。墓の文化を深く感じました。那么，我觉得一定要大力啊，我们来行销这个日本这么有美景美食的一个地方。当然，同时啊，我们新竹的内湾，这个在县长的推动，以及我们委员的推动，以及我们部长的重视啊，从新竹车站开始啊，其实有一串。在新竹市有三个车站，那么在新竹县辖是九个车站，所以总共有12个车站，其实每一个站都有它的特色。日本にはこういう素晴らしいところが見ていて、私たちはそれを全力サポートして応援したいと思います。その同時に新竹県新竹市のところも、およそ12の駅があって。お互いに一緒に観光とその交流を深めて一緒に向上したいと思っています。所以我们台日观光交流协会的会长伊藤会长跟我讲说，这个地方很不错。所以我一看也真的很不错。他这个可以这么说，我们未来这个内湾线跟我们的越美南线的合作，其实是可以把我们的客家的文化、地方的特色、美食。都能够利用这样的一个交流。那么内湾线我们这三年每年成长10%，以10%的成长速度在成长，所以会让更多的观光客来到我们内湾，而透过这样子一个交流，能够让我们认识到我们日本有非常美丽的长良川铁道。台日交流協会の会長がそれを提案して、実際に内湾線とその越美南線の沿線の風景がすごく似ていて、そうこういう協力機会はすごく貴重で、今は内湾線は毎年 10% の乗るの人数が成長していて、これからも続々とその頑張りたいと思います。那么我最后呢，还是要祝我们今天的贵宾。这个一切顺心如意健康，那么能够帮我们行销台铁跟我们长良川铁道的铁道之美，那么也利用这个机会祝大家一切顺心如意永保安康，谢谢。谢谢，我们谢谢局长跟我们很详细的介绍一下长良川的这个沿线的风光。最後に皆さんにありがたい気持ちを伝えていきたいと思います。今後ともよろしくお願いお願いします。也是谢谢局长的致辞。我们同时，我们现在也要邀请我们长良川的社长，社长上台致辞。続きまして、日置社長から挨拶をしていただきたいと思います。
皆さんこんにちは。大家好。私たちは日本の真ん中、岐阜県の長良川鉄道が結ぶ4つの市と1つの町からやってきました。今天我们是从日本中央的岐阜县在长良川铁道这边带着各位我们的好朋友一起前来台湾拜访。今日はこのようにたくさんの皆様の歓迎を受けまして、ただいまご挨拶をなさいました州鉄路管理局長さんとの間で、台湾の内湾線と私たちの長良川鉄道越美南線の姉妹鉄道提携ができますことを大変嬉しく思っております。今天一大早过来就受到大家热烈的欢迎，实在是非常开心，并且有幸与台铁的周永辉局长一起签署台铁内湾线以及日本长良川铁道越美南线的姐妹铁路契约，实在是光荣至极。またこの式にあたりまして大変お忙しいところを陳交通部長様、そしてまた新築県副県長様、また盧立法院様の議員さんはじめ、たくさんの関係の皆様に、ご出席をいただきましたことを厚く御礼を申し上げます。在这之中也感谢在百忙之中交通部陈部长、新竹县陈副县长以及台铁局长，还有我们的吕立法委员，在百忙之中出席这场盛会。今回の姉妹鉄道の提携を契機として、鉄道同士の交流、内湾線と越美長良川鉄道との交流、そしてまた御地新築県との交流、そしてまた、こちらの皆様方と私どもの地域の人々と人々との交流が深まることを期待をいたしております。我深深期待这一次能够透过签署这样子美好的姐妹铁路契约，能够加深台铁新竹线甚至是居民乘客之间的交流。こちらの新築県と、そうして私どもの長良川鉄道の沿線とは、先ほど州局長さんがご紹介をいただきましたように、大変たくさんの共通点があると思います。刚才就如周局長所说的、我们两方的铁路有许多共同点。私たちの地域も長良川という川を中心にして、美しい自然や、そしてまた数々の伝統文化工芸、そういったものがあります。食べるものも美味しいものはたくさんあります。在我们所居住的地方是一个以长良川为中心的地点，那里除了有美丽的风景之外，还有许多好吃的美食、河川、吊桥等等。私たちの長良川鉄道は南の方から言いますと、美濃加茂市、富加町、関市、美濃市、そして郡上市と4つの市と1つの町があります。沿着长良川铁道呢，从南开始有美浓加茂市、富加町、关市、美浓市以及郡上市，总共有四个市以及一个町。鉄道の長さは 72.1km あり、また38ほどの駅があります。总共呢，我们的长度是 72.1公里，但全部的车站呢，总共有38个。おいでをくだされば、先ほどもお話がありましたが、素晴らしい川の眺めや、そしてまた美味しい食べ物、あるいは日本の伝統的な産業である日本
の和紙、美濃紙、本美濃紙というような紙や、そしてまた伝統的な刃物、そうしたものもあります。正如刚刚所说过的，在我们这边除了有美丽的风景、河川、美食之外，还有许多日本传统的文化产物，比如说刚刚周局长也有提过的美浓纸、美浓的日本和纸，还有很多美食，以及我们还有铸造刀剑。おいでくだされば、いろいろなことを楽しんでいただけると思いますので。今回の姉妹締結を機にどうぞたくさんの皆様方がおいでくださることを希望をいたしております。希望呢能够透过这次缔结姐妹契约的机会，能够创造让大家来我们这边观光的一个契机，也希望到时候大家能够尽情的享用长良川的美食以及美景。谢谢大家。はい、今回の姉妹提携を機に、両方の鉄道がますます発展をし、また両地域がお互いに交流が深まることを、心から記念をいたしまして、ご挨拶といたします。我深深期待能够透过此次缔结姐妹契约的机会，能够更加深彼此合作交流的机会。ありがとうございます。谢谢大家。我们谢谢社长对于这个缔结的重视，而且今天带来非常多的日本的嘉宾一起来见证这重要的一刻。紧接着，我将邀请我们日方的三位见证人代表。